皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では操りの時計を無力化する方法について解説していきたいと思います。レギオンマッチでもリーグでも今となっては操りの時計ありきで戦略が立てられている方も多いのではないでしょうかね。僕自身も操りの時計以前動画で出しましたけれども、どちらかというと有効活用できるよりで解説しました。ただあれはまだ時計を使用前に収録したものですので、あれから結構時間経ちましたので、気づきから得た操りの時計完全封殺方法について解説していきたいと思います。これを見たらもう操りの時計は怖くないですし、僕の方法が知れ渡ったら多分ですけど、まあ、使う人がいなくなるんじゃないかなっていうふうにも思ってます。操りの時計のブームは去っていくと思いますね。まず現状、操りの時計がなぜそんなに使われているのかっていうところと、どういうふうに活用されているのかっていうことについて触れていきたいと思います。まず使われている理由なんですけど、それは使う人が多いと思ってる人が多いからですね。結構人って自分だけ損するっていうのを嫌がるところあるじゃないですか。お相手にはこちらのオーダーの時間を削る可能性があるにもかかわらず、もしこちらが操りの時計を入れなかった場合、自身のレギオンにはその可能性がゼロになるわけですから、入れたくても入れざるを得ないっていうところが現状ありますね。あとは相手のオーダーだけ削れた時はめちゃめちゃ気持ちいいので、まあ、その快楽が忘れられなくて操りの時計にハマっている人もいるくらいです。では実際どういう風に使われているかというと、相手の最後のオーダーを削りに行きたいわけですから、その付近になる前にセットするっていうことなんですけど、相手の最後の一つ前であろう属性の発動中にセットすることで、確実に相手の最後のオーダーを削る動きができるので、かなり有用だったわけなんですよね。実際僕もそう思っていて、プラマイゼロになることはあってもマイナスにはならないし、プラスの効果の方がでかいんじゃないかなっていうふうに感じていました。しかし今からお話しすることは、操りの時計をオーダー順に組み入れている全レギオン様に確定で損をさせることができます。まあ、損っていうのは要するに必ず不発にさせることができるっていうことなんですよね。なのでここからは確実にその操りの時計を不発に終わらせる方法をお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。その方法はすごく簡単なんですけれども、最後から3つまでのオーダーを以下のように変えることで成し得ることができます。それはこちらです。水属性オーダー、オーダー短縮、最後のオーダー、光水などの60秒オーダーですね。一応時間の目安を載せておきますと、水属性をだいたい3分30秒ぐらいに発動していただければ、まあ、その流れでオーダー短縮がだいたい1分15秒ぐらいに入れられまして、で最後の光水属性が65秒ぐらいから発動開始できますので、まるまる1分使えるような形になります。でこれをするだけで、まず3分30秒以降に発動する操りの時計はもう必ず不発になりますよね。3分30秒以降はこちらロング打たないので、3分30秒以降に打とうとしていたとしても今日つくことができます。じゃあ水属性発動前、つまり3分30秒前に相手が操りの時計を使ってきた時はどうすればいいかっていうと、こちらも対処はすごく簡単になります。それは最後の60秒オーダーと水属性を発動タイミング入れ替えるだけですね。まあ、これをするだけで相手の操りのオーダー3分30秒前に打ってきたら、60秒オーダーを先に打つことで相手の操りのオーダー効果を消化させることができ、こちらは悠々と最後に水属性のロングをフルで使えます。この単純な作業だけで3分30秒前も3分30秒以降もいかなる時に発動されたとしても
不発に終わることができてしまうんですよね。てなわけですので、もう操りの時計は終わったと言っても過言ではないんじゃないかなっていうふうに思いますね。なのでこちらはわざわざ操りの時計を入れる必要がなくなるっていうのも大きなメリットだと思いますね。一応なんですけど、この動画が浸透するか、みんながこれに気づき始めるまではある程度は操りの時計はまだ使われていると思いますので、最後のオーダーから4番目くらいにこちらも操りの時計をセットしておくと、こちらは 100% 買わせるのが確定しているのに、相手にだけ削られる可能性を残すっていうこともできますので、従来の比率が逆転するっていう現象が起こりますね。そもそも操りの時計を入れていた多くの理由が、こちらだけ損する可能性を残したくないっていう理由が主ですからね。それがこちらだけ損をしないっていう状況で操りの時計を使うことがこれならできるようになります。で、操りの時計を使う場合は最後から4番目ぐらいがおすすめになります。それではまとめに入ります。現状操りの時計が使われている理由はこちら。こちらだけ損する可能性をなくしたいから、相手のオーダーだけ削れた時が楽しいから。現在の主な運用方法はこちら。お相手の最後のオーダーの一つ前であろうオーダー発動中に操りの時計をセットするです。続いて操りの時計を確定で不発に終わらせる方法はこちら。最後から3つ目のオーダーを水属性、オーダー短縮、闇水などの60秒オーダーの順に発動していただき、水はだいたい3分30秒ぐらいを目安にしてください。これで水属性発動以降の操りの時計の無力化に成功しました。そして水属性より前に操りの時計を発動された場合の対処はこちら。闇水などの60秒オーダー、オーダー短縮、水属性、先ほどのものから水属性と60秒オーダーを入れ替えるだけですね。これをすることで相手の操りの時計を先に消化し、最後の水属性を安全に発動するっていうことができるようになります。たったこれだけの手間で3分30秒よりも前に発動された操りの時計も、3分30秒よりも後に発動された操りの時計も、どちらも確定で回避することができてしまいます。さらにすごいのは、こちらにとってどっちを選んでもメリットしかない選択肢を2つ得ることができるっていうことなんですよね。1つ目はこちらは操りの時計を入れる必要がなくなるっていうことです。ネックだった操りの時計の準備時間がなくなる代わりに別オーダーを入れることができるので、これを選択できるようになり、かつ自分たちも損をしないっていうのはかなり大きいかなっていうふうに思います。もう1つはこちらも操りの時計を入れておくだけで、こちらは確定で回避できるのに、お相手にだけオーダーを削られる可能性を押し付けることができるので、操りの時計のオーダーが流行っている間は有用かなっていうふうに思います。ちなみに操りの時計のおすすめ場所は最後から4番目の位置になります。以上の理由から操りの時計はもう終了し、だんだんと使われなくなっていくっていうのが僕の推測です。しばらくはまだ使われていくと思いますので、今言ってきたことを利用して束の間の優越感に浸っていきましょう。ということで今日の動画は以上になります。この動画が面白いと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。そして毎日夜10時過ぎより YouTube にてライブ配信を行っておりますので、そちらの方にも遊びに来ていただけると嬉しいです。それでは皆様ごきげんよう。